こんにちは、チーミオチェイス。ラクです。では、今回も EFootモバイル2020年アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はね、EFootモバイル6周年ということで、いろいろね、キャンペーン盛りだくさんに来てるんですけど、まあ、やっぱりね、目玉はこのね、ゲームチェンジングパスとか、まあ、いろいろ来てるんですけど、まあ、今回はね、まあ、いつも通り、POTW の当たりランキングやっていこうかなと思うんですが、このハイライトをね、ログインするだけで、このナポリのね、この優勝記念みたいな感じで、選手がもらえたりとか、ほんと、こういうのね、無料でもらえるんで、ログインはね、しっかりしといた方がいいかなと。でゲーミングチェンジングパスもね来てるんですよ。これただちょっと残念だったなというのがね、後半のキックオフ以降同点またはリードされている場合にパスに関する能力なんで、同点またはリードされている場合だから、つまり勝ち越してる時っていうのはパスに関する能力は上昇しないよねっていう、まあどうなの、あとはまあ能力の上昇系で言うと、まあこの前来たねモメンタムとかもフォートレスとかね、まあ能力系上昇なんだけど、はい、パスの数値が上がったからどれぐらいそのいいパスが出せるのかっていう感じにはなると思うんですけど、まあどうなのか。でこのベリンガムとかもね、まあかなり結構注目され、多分ね総合値は高いんですごいいいんですけど、ベリンガムってスルーパスがないんですよね。このワンパーだけしかなくて、でまあスルーパスつければまあかなりいいと思うんですけど、まあスルーパスつけのありなのかな、ベリンガムに。どれぐらいだから素で、そうだね、うん、パス能力が高くなるのかというのはちょっと使ってみないと分かんないね。であとはエピック復刻でね、ルーメリー、マテウス、ベッケンバーワーが来てたりとか、あとはワールドワイドみたいな感じで、こんな感じでね、なんか、中村俊輔だったりとか三浦知良とか、小野伸二みたいな感じで、日本人のねエピックでやったりビッグタイムが、来てるということで、結構ガチャもやっぱり6周年に合わせて盛りだくさんなんですが、1回無料で引けるんですが、ちょっとこちらのね当たりランキング、いつも通りトップ5ですね。無料で1回引けるの熱いよな。熱いですね。ログインするだけだからね、本当。だから今回イベントこなせばさらにいいってことでしょ。多分そうだと思う。だからログインだけはしといた方がいいと思います、本当に。ということで、まず第5位から見ていきましょう。こちら、ジェレミドクということで、右足、右身と入れたら2列目からの飛び出しですね。まあ、普通に使用感がかなりいい選手かなと。というのも、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ。まあ、ボールキープ85乗ってるっていうのと、ドリブル数値が高いと。で、これでスピード瞬発があるっていうタイプ。わかりやすいですね。で、ボディコンも85以上超えていて、ダブルタッチあって、まあ、ワンタッチシュートっていうね。こういった感じの選手はかなり多く来てるんで、今の環境でも、まあ、めちゃめちゃ多いんで、まあ、第一線級かっていうと、これよりもいい選手ってのはたくさんいるけど、でもこの選手グランダーパスとかも結構地味にないわけじゃないから、だから使いやすそうな感じするけど、ただまあこれにスルーパスは欲しかったかなって。この右ミッドフィールダーで2列目からの飛び出し、スルーパスがあればね、今の環境って本当にスルーパス環境なんで、結構スルーパスがついてくれたらありがたかったかな。あと決定力がね75は欲しかったかなって感じは、まあ、個人的にはしますけど、ライブアップでよかったら全然使っていけるんじゃないかなって。そして第4位はこちら、ニャブリですね。ニャブリが今回ね、なんとラインブレーカーで来たんですよね。チャンスメーカーとかなんですけど、初めてラインブレーカーで登場ということで、まあ、このニャブリはやっぱオフェンスと決定力が抜群に高いですね。85、83と。で、まあ、ボールコントロールがボールキープまでも85以上あったりとか、やっぱニャブリってパスも上手くてね。で、このスピード瞬発もしっかりあって、まあ、ボディバラもある選手で、まあ、かなりやっぱり使いやすい選手ではあるんだけど、ダブタがないんだよね。で、まあ、ワンタッチパス、コントロールカーブ、アウトスピンキックっていう、まあ、スキルがね、これダブルタッチがあればよかったんですけど、以前来ていたニャブリは確かダブルタッチがあったのかな。だから今回のニャブリの方がやっぱりオフェンスセンスと決定力っていうのはかなり高いんで、特にやっぱり右ミッドフィーダーとかで置いた時に、まあ、これだけ高いオフェンスセンスと決定力っていうのはかなりいいところなんですが、まあ、欲を言うとやっぱりここにダブルタッチとスルーパスは欲しかったかなって感じはしますね。そして第3位はこちら、エベリキエーズということで、この選手ね、2回目の登場なんですけど、前回のただ週刊 MVP と比べて前回93なんですよ、総合値が、うん、今回はちょっと若干弱いのかなって感じはするんだけど、なんでこれ3位かっていうと、結構使ってる人がいて、実際にやっぱオンラインに対戦していて、かなり厄介だったなって印象がありますね。というのもやっぱり左ミッドとか左ウィングで使ってる方見るんですけど、やっぱドリブルボールキープ数値がすごい高い、93、90あって、でボールコントロールが86あって、でまあオフェンスセンス決定力が全く低いわけじゃなくて、しっかりこれでやっぱりスピード瞬発がこれだけしっかりで、ボディコム90あるんで、かなりねやっぱり対応するのが難しかったなって印象があります。でやっぱりコンチョン並み小さいっていうのもかなりいいところだし、でエベリキーズもですね、しっかり特殊ダブルタッチ持ちなんですよね。ダブルタッチと足裏エラシコあるん でしっかりワンタッチシュート持ってる、でピンポイントクロスとかを持っていて、アウトスピンキックを持ってるっていう選手で、まあ、かなり今の環境でも使ってる人が多いし、実際に対戦相手にいて厄介だなって印象があったんで、まあ、今回3
3位ということで、まあ、取れてない人も多いだろうからね。そう、若干やっぱり能力は以前来た習慣に負けちゃうかもしれないけど、今の環境でもちろんやっていける選手だから、まあ、この順位なのかなって感じはします。マモジ TV もゲットした？してない。してないよね。当たってないですね。そして第2位はこちら、アレックス・バエナという選手ですね。まあ、CMF の右足の選手、2列目からの飛び出しなんですけど、まあ能力のバランスめちゃめちゃいいと思いますね。オフェンス81の、まあ、決定力85、 CMF の2列目からだと本当にかなり高いですね、この決定力。オフェンスはでしっかりボールコントロール、ドリブル、ボールキープとか、グランドパス、フライパスとかも高いし、でこれでね、やっぱりしっかりワンポマンシュスルーパス持ってるってところが、めちゃめちゃ良かったね。これがね、スキルがルーレットじゃなくてダブルタッチだったらね、もっと良かったんですけど、まあ、ただやっぱり中盤でしっかりワンポマンシュスルーパス持ってるのはでかいかな。で、まあ、ディフェンスセンスが嬉しいですよ。まあ、全く低くはないかな。で、スピード出発に関してもね、83、89で結構高いし、で、しっかりボディコーも82あったり、で、まあ、スタミナが80っていうのが、まあ、唯一ちょっと気になるかなっていう。で、やっぱり、まあ、前半で交代っていうのは、あれなのかなって感じはしますけど、まあまあ、普通に今の環境でもやれる CMF の2列目からの飛び出しなのかなって感じはします、ね。結構、こんだけ決定力高い CMF 探すの、しかもワンタッチシュート付き、そう、これがでかいっすね。そして第1位はこちら、ロベルト・レバンドフスキーということで、もうレバンドフスキーはね、ワンタッチパスがついたっていうね、これが全てかなというふうに思います。やっぱり今回のレバンドフスキーだけが唯一、ラインブレーカーで、まあ、バンパーがついたと。で、レバンドフスキーって、やっぱオフェンスエース決定力がめちゃくちゃ高いんですよ。これだけ高いんで、これだけ高いと、レバンドフスキーがいい状態でね、しっかりシュートを打てると、やっぱりね、めちゃくちゃ入る。で、今ね、ミドルとかも結構入るね、遠目の位置から。それこそインパクトとか。で、このオフェンスエース決定力だから、レバーにこれがね、ワンパーがつけば、結構体勢悪い時とかはワンパーで落として、もう一回いい体勢でもらえるっていうのがあるんで、やっぱワンパーのね、ある内容はね、かなりでかいと思う、レバンドフスキーに関しては。で、まあ、ボールキープとかそんな高くないんだけど、ただね、やっぱね、めちゃめちゃボール持ちにくい選手でもないんですよね、意外とこれが。やっぱなんでかってボールコントロールは84ぐらいあるん で、ドリブルボールキープも75以上超えてきてるところがかなり偉いし、で、グランドパスに関しても72。まあ、最低限あるから、ワンパーのズレもね、そんなに少ないんじゃないかなって。ヘディングもね、レバンドフスキーは84あるんですよね。でフィジカルコンタクトも82なんで、結構空中戦もやっぱり強いから、それは足元に入れるワンタッチパスもそうなんだけど、例えばキーパーからボカーンって蹴って、でワンタッチパスでヘディングで落とすとか、そういった使い方もできるよね。フライパスとかでチョンって上げてヘディングで落とすとかっていうのもできるんで、空中戦もやっぱり強くて、これだけ決定力が高いっていう選手は、まあ、今の環境でもかなり強いし、まあ、今ね、現役のビッグタイムでは強い選手ものすごい来てるんですけど、このワンパのレバンドフスキーは、まあ、かなり、まあ、アプリの方でも、まあ、使っていけるんじゃないかな。ほんと強気の方とかだと超人気の選手で、特にスパサルのレバーなんて結構使ってる人見るけど、アプリだとね、落ち着いたかなって感じはしますけど、このワンパライブレのレバンドスキーってのはかなり魅力的なのかなって感じはします。でしかもワンパプラスヒールトリックまであるから、そう、まあ、もうちょっと見る動画に出したんですけど、まあ、ヒールトリック、うん、まあ、しかもワンタッチパスでそのヒールトリック出せるっていうのが、ね、やっぱしかも逆アイス頻度も精度も高いんで、はい、怖いっすよ、これ振ったら強いよ。でゴール前でレバンドスキー多分ね、使ってる人で言うとちょっと重いっていうかね、うん、使いにくいみたいな感じの人は多分重いっていうのはあると思うんですけど、はい、そういう人はワンパリ逃げられるんで、ほんとシュートを打つだけ、うん、であとはもうワンパリ逃がすみたいな感じの使い方すれば、うん、まあ、かなり脅威なんじゃないかなということで、ね、これ相手にこのレバンドスキー入れたらちょっと怖いですね。ワンパーちょっと警戒しないといけない。まあそんな感じかなといった感じでね、まあ後の選手ってちょっと若干今の関係だとちょっと厳しいかなということで引いていきます。まあ狙いはやっぱりレバンドスキー一番欲しいな俺は。まああとは中盤の選手でもいいんだけど、まあ、でもやっぱりレバだな。中盤の決定力めっちゃ高い選手でもいいけどね。うん、まあ、だからああいった選手は結構いますけどね。ただやっぱ決定力がすごい高いのは、80はなかなかないよ。なかなかいない。しかもワンタッチシュートもちゃんとついてるからね。はい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 。ただこれはね、今回結構引けるからね。これ無料分だから言えば。最大で5回なのかな、イベントこなせば。だから、ね、たまになんかこういう節目の時5回引けた時あったよね。そう5回すごいよね。まあ、だから無料に1回はやっぱイベントとかもこなして、うん、引くのはもう全然てかマストでやった方がいい。そう、うわー、ゴー。イングランドじゃなくてこれはイタリアだろ、イタリアだよ、ね、セリアだろ。ブレーメルきついな今の環境だと。このね、センターバックが週間 FP ものすごい弱いんだよな。うん、これが残念だよね。もう少しなんかスティメンセースが上げてくれればいいと思うんだけど、まあ、全体的に振られちゃうんだよね。よくあるのは88度目だよね。そう、全体的にやっぱ振られちゃうんで厳しいよね。おレバーどう？星5ってレバーだけなのかな？どうなの？あるか？確認しなかったけど来たね。はい、いやこの選手はちょっと強いと思うよやっぱり。
シュートマシーン、まあ、強いでしょ。93ってやばいぞ。 TS100 じゃ多分95ぐらいでしょ。フォワードの中でそまだ引けんだこれ。なんか1回多いだけで特殊気分なのかな。特殊気分になる。まあ実際300円かかってんだけど。さあ、おどこだこれ。4は、4はないだろさすがに。あー、スポルティングリスボンの選手だなこれ。